はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。今回は、世界を巡りながらバトラントを目指していきましょう。どこが近い？一応上にね、地図があるんで、サントハイムからちょっと陸沿いに行きますか。あと北の地になんちゃらかんちゃらっていう立て札もあったんで、それもやりたいっちゃやりたいよね。ただそれはちょっと次回以降に回して、結構いい武器とか売ってたような気もするんですけど、ちょっと上陸しちゃったよ。バトラントの地へ行きたい。ここがあれでしょ、2章でお姫様誘拐事件が起こったところ。アリーナマジ強えな。会心の一撃の出が半端ない。でここがデブのところでしょ。今うちの棺桶で眠っているデブチンのなんかちょっと陸地に行きすぎると上陸をしてしまう。でここが、お、洞窟行かなくて良さそうだね。ここに船を停泊させれば。敵はどんくらいの強さだ。テラノザース、強くはない。で一回バトラント情報収集する。なんでこいつらこんなに貧困な町だったっけ。以前子供が消えていたのは伝説の勇者を見つけ出そうと魔物がさらっていた。でもそんな方法で勇者を探そうとするなんて魔物も結構間抜けだよなと。城には入れそうだね。あ、王には会えませんよ。夜の決まりっす軽いなこいつ。王に何かご用ですかな。だが急ぎのようでなければ明日にしていただきたい。はいはいはい、まあいっか、ちょっと昼にしましょう。宿屋で寝て。闇のランプはね、夜にできるけど朝にできないんで。ラナルータを覚えてるわけじゃないんでね。ラナルータってブライが覚えるんだっけ。いやーびっくりしました。天空の武器防具を集めて天空に登ろうとした人たちがいる。しかし天空の城など本当にあるのでしょうか。天空シリーズだからねこれは。あ、兵士がいる。最近イムルの村ではおかしな夢が見られる。まあ夢なんて大概おかしなもんだと思うんだけどな。ごもっともです。一応王様会いに行ってみましょう、せっかくだから。あれ、こいつはホイミン？違う。マグマの杖は岩をも溶かす高熱のマグマを呼び起こす。遥か西の国サントハイムに伝わると聞き及びます。いやもう持ってるよ。ガーデンブルクのお城は岩山の上にあり、昔は細い山道が通じていた。しかし少し前火山の爆発でその山道も下がってしまった。マグマの杖でもあれば入り口を塞いでいる火山岩を溶かせるかもしれない。なんともう持っておるのか、さすが女王。あっぱれあっぱれ。ほう、そなたたちが地獄の帝王を倒そうとする勇者の一行と申すか。実は最近分かったことだが、この城にはかつて天空の盾があった。しかしわしの爺様の時ガーデンブルグの女王にあげてしまった。ガーデンブルグは東の山奥にそびえる女だけが住むお城。まったくじいさんのスケベ心には参ってしまうわい。いやでも天空の盾あげてさ、その後どうなったか知らないけど、それでハーレムが気づけるんだったら天空の盾なんてあげちゃうよね。宝物庫、鍵を開けられてもよほどのものでなければ宝箱までたどり着けまいと言ってるけど、別にトラマナがあるからね。楽勝よ。いっぱいあるな。やった、命の木の実で。メダル、メダルの王様のところにも行きたいよね。鉄兜、金750。よし、素早さの種。種もどっかで一回まとめて使いますか。力の種、力の種はやっぱりアリーナだよな。基本的にアリーナは完全なるアタッカーになってもらうんで、攻撃関係はどんどんアリーナを上げていきましょう。でイムルの町、
っておかしな夢が見られると言っているので、行ってみましょうか。いや船楽だな、これで洞窟を難なく突破できる。でここは何にもないよね、その鍵で開けられるようなところは。一応ここにも兵士が派遣されてるんだ。なんとそなたたちはライアンのお仲間でござるか。ござるかって何、ここの言葉なの。ではちょっと寝ましょう。寝てばっかりだな。ミカミックスは深い眠りについた。どうやら夢を見始めたようだ。あ、よかった、下画面に出てて。これ上画面とかだったら別で映さなきゃいけないからね。男は笛を吹いている。これ前回手に入れたあやかしの笛と全く同じメロディーですね。ピサロ様、いい子にしてたかい、ロザリー。ええ、ピサロ様。聞いてくれロザリー、私は人間を皆滅ぼすことにした。私はそのために進化の秘宝を使い、さらに巨大な存在になるつもりだ。まもなく世界は裁きの炎に焼かれるであろう。私の仕事が終わるまでロザリー、お前はここに隠れているのだよ。お待ちくださいピサロ様。誰かピサロ様を止めて。このままでは世界は滅んでしまう。お願い、誰か受け止めて、私の願いを。届いて、私のこの思い。という夢ですね。ここに泊まってると同じ夢ばかり見るんです。あ、気味が悪い。評判マイナスになってんじゃん。せっかく老いが毎日掃除しても誰も風呂に入ってくれんとよ。ああ、夢に出てくる女子が憎らしいばい。なんだそれ。じゃあもうここはこれでいいんで、東のガーデンブルグに向かいましょうと思ったけど、船がここにあるから。あるか。あるね。これで船がね、移動するはず。究極の横着。じゃあ東へ向かってレッツゴー。でただ東に上陸する前に、上陸をする前に一旦こう回って、レイギガース、名前は強そうだ。ちょっともうメラミ使ってこう。え、結構食らうな。開けつけ機めんどくさい。しびれた。2人しびれたか。一体倒してメラミで倒せるか。死なない。じゃあベギラまで一回減らしとくか。いや強えな。しびれてるっていうのがめんどくさいね。メラミで倒せるっしょ。いや火力は高いね。いいね。800、かなり経験値持ってんな。まあめんどくさいから満タンで回復させよう。であそこに洞窟が見えるけど、ちょっとまだあの洞窟には行かずに、ここのお城に立ち寄りますと。でお城の中に入って王様がいるんで話しましょう。メダルを、よくぞ来た。わしは世界中に散らばるという小さなメダルを集めている。わしのもとへと小さなメダルを持ってきた者には素敵な褒美を取らせよう。いやいや、なんとメダルを持ってきたのか。ではわしが預かろう。よしよし、確かに10枚のメダルを預かった。これが15枚になった時、力の指輪を授けよう。え、まだ1個もくんないの。最初で15枚か。なかなかハードルが高いな。
で1階はこれだけか。地下に降りると、私は天空の鎧を探して旅をしている。どうもこの辺りの洞窟が怪しいと思う。それはなぜ？何情報？でも天空の鎧って変な温泉町にあったやつでしょ。そういえばなんでさ、あの洞窟に移動してるんだろう。何もない。2階へ行こう。あれ、旅の扉がある。これどこに通じてるんだ。入ってみよう。あ、ここね。結局行けねえし。もう船があるからね、割といろんなところには行けるんだよね。わざわざ旅の扉を使わなくても。じゃあちょっともう一回こっちから戻ってガーデンブルクの方に上陸をしていきましょう。どこら辺から降りればいいかな。適当にここら辺から降りてく。フライなんちゃら、結構強そうだ。ベギラマに唱えよう。ミーアと前にはダメージ食らうと。ゲッ、こいつもゲッ、死んだ。ザキ唱えてくんのかよ。ザオラル唱えよう。ちょっと少し経験値を取得しておきたい。生き返れ、生き返らない。生き返った、この野郎。ダキで敵強えな。もう一回満タンしよう。じゃあここら辺から上陸をして、どこだ。テラノザウス。バギマーそろそろ覚えてほしいな、火力的に。レギュラーまで少し減らしとく。であとは攻撃で一緒。あ、マーニャ火力がちょっとマグマの杖装備して上がってんだけど。マグマの杖ってなんか効果あったよね。使ってみようか。何、イオ？イオだったら悪くないか。全体だもんね。いや本当にそうなのかは分かんない。こいつはグループしかいないからな。じゃあミネアにマグマの杖装備させるのもありはありだな。マグマの杖のような魔法を秘めた武器を作るのも錬金術師。あ、そうなの。あ、なんかぽいのがあったね。あ、はぐれメタル、マジかよ。出るのか。あ、ギラ頼む。アリーナ、お前の会心の一撃。ダメだ、与えられない。聖水は全部預けちゃったかな。もう一旦逃げたか。しょうがない。あれ、入った。そういうシステムだったっけ。あ、ここが塞がれてるってことね。マグマの杖、ミカミックスはマグマの杖を使った。そんなすごい杖じゃなかったぞ。さっき戦闘で使ったら爆発がボショボショボショってなったくらいだし。いや、こんなすごいか。てか近すぎでしょその溶岩に。よく生きてんな。回収しよう。吹き出したマグマは今は収まっている。マグマの杖を取りますか。はい。っていうかさ、装備外しちゃってるじゃん。マグマの杖をマーニャに返します。で、城がありますね。入りましょう。夜になりそうだけどまだ大丈夫か。ふむふむ、ガーデンブルクのお城にようこそいらっしゃいました。外からのお客様が来るなんて何年ぶりでしょう。
ここは女だけが住むお城、我が女王様はとても美しいお方ですわ。あれ、男がいる。ふう、タバコは美味しい。お城の中は禁煙なんで、こうして外に出て吸ってるんだ。本当はタバコがやめられたらいいんだけどね。え、普通に男いるじゃん。てかさ、男の子が生まれたらどうすんの？追放すんの？あれ、普通にいるぞ男。女性用の武器や防具を仕入れさせてもらっています。でも火山の爆発で帰れなくなってしまった。道が通じた。うーむ、嬉しいような残念なような。あら、旅の人ね。ということは塞がっていた道も元に戻ったわけ。ああ、よかった。あそこが塞がれて以来不便でしょうがなかった。あ、なんだって、私は今忙しいんだよ。いよいよ地獄の帝王が復活するそうよ。その帝王を倒さずの伝説の勇者は一体何をやってるのかしら。私はどんな男であれやはり強い男が好きだ。なるほど、この私を打ち負かしてくれるほど強い男が。ポ、地獄の帝王って男よね。だったら女の子には甘いんじゃないかな。そうか、絶対男とは限らないと思うけどな。小さなめたらあと5枚だからな、かき集めなくては。あれ、何こいつ、魔女っ子じゃん。何でもこの世のどこかにイカズチの杖と呼ばれる強力な魔法の杖、私も魔法使いとしてどれほどの魔力を秘めた杖なのかこの目で確かめたい。そうだね、イカズチの杖、従来だったらベギラマくらいの威力は発揮してるんだけど。じいさん、この城に住んでる男はわしだけじゃ。ほっほっほ、うらやましいじゃろ。そんなやつでいいのかよ。うらやましいけどね、正直うらやましい。あ、そうそうそう、これ階段裏あるよね。これがいいか、ここに階段があるのよ。これは知ってる。ちょっと取れないんだけど。やったぜ、炎の爪。アリーナに装備させよう。あれ、アリーナもう持ってる。あ、持ってるね。装備159になったな。かなり強くなった。これはありがたくいただいていこう。宿屋があって、ここは防具屋。革のドレスはいらない。踊り子の服もいらない。三河橋の服、ピンクのレオタード売ってるじゃん。6300円もするんだ。いや、まあ防御力的にはね、微妙に増えるくらいだから、まあいいかな。6300円の価値はないな。ここは、私は全てを神に捧げ人々に教えを説いてきた。それを女王様に認められブロンズの十字架をいただいた。命よりも大切な宝物。こいつちょっと一旦ほっとこう。左右に階段があるけど、これは牢屋に通じる階段かな。ああ、退屈。何か面白いことないかしら。お前何した。信じてくれ、俺は下着なんか取っちゃいねえ。いや絶対取ったな。信じられん。この城の女兵士と喧嘩して負けてしまったなんて恥ずかしくて人に言えない。そうかな、別に言えると思うんだけど。これは外に出ちゃう。あ、外に出ちゃうね。夜になっちゃったよ。閉まってる。おい、夜は不用心ゆえお城を閉めています。え、ちょっとめんどくさくない？あちゃー、外でタバコ吸ってたら城門閉められちまった。ルーラとかで朝になんねえかな。ガーデンブルグ、飛んでる間に朝になるっていうね。朝にならねえ。めんどくせえ。ちょっとどっかで寝てくるか。まあエンドルあたりでいいや。イムルで寝るとめんどくさいからね。さらに夢を見るから。ほんと宿屋に泊まってばっかだなこれ。ここは頭ぶつけそう、ルーラー使ったら。じゃあガーデンブルグに戻りましょう。で上に行ってちょっと一回、じゃあ王女様あたりと謁見しますか。女王様か。女王様は自分にも他人にも厳しい方。その姿、旅のものですね。この国が今こうしてあるのは外からのいざこざをあえて断ち切っていたからこそ。忠告します、旅のものよ、早々にこの国を出ていけなさい。厳しすぎだろ。タンス、中には豪華なドレスがぎっちりかけられている。ここは女王様の衣装部屋。
素敵なお洋服ばかりだから汚い手で触っちゃダメよ。汚くなければ触っていいのか。下に図書室みたいな ところがあるね。これまたあれがありそうだな。なんだっけ、あと旅してる魔法使い、これこれこれ、魔法の杖を見つけることができなかったと。まあいいや。ああ、母さんのシチューが食べたい。魔法の杖ってこれマグマの杖のこと。地獄の帝王の復活についていろいろな噂話をまとめているところ。噂話でいいの？地獄の帝王の復活、そしてそれを倒すべき勇者が育っているという予言、天空におわすという竜の神様の伝説、そしてブランカの国では天空から降りた娘が赤ちゃんを産んだ。もう少しでこれらの話がまとまりそう。古い話だけど、今の女王様のおばあ様がまだお若かった時、当時バトラント王から天空の盾というのを贈られた。もちろん先々代の女王様はそんなもので口説かれはしなかった。ダメだったのか、天空の盾を持ってしてもダメだったの。え、その盾はどこかって、さあ今もこのお城のどこかにあるんじゃないかね。っていうかさ、盾もらっておいてさ、何の見返りもなし、完全に悪女だな。女王様はきついことをおっしゃっていても本当は優しいお方。女王様になんか生まれなきゃ普通の娘でいられた。うん、まあ、どっちがいいかって言われたらちょっと分かんないよね。革のドレスいらないな。一回持ってるやつ全部売って、まあ、金にするのもありだよな。ここ武器屋はなさそうだね。じゃあちょっとこいつに話しかけましょう。やあこんにちは、タンスの中を調べてごらんなさい、面白いものが入ってますよ。というわけでどっか行っちゃいましたと。で先にこっち調べよう。やった、賢さの種ゲットした。特に何も見つからなかった。何も入ってねえじゃねえかよ。そしてシスターさん、あなたたちここで何してるの？まさか私のブロンズの十字架を。誰か泥棒よ、誰か来て。まあ、泥棒って言われたら言い逃れはできないよね。今まで散々パクってきたかんな。お城の中で盗みを働くとは不届きな。もはや逃げられはせる、さあ来るのだ。いやもう賢さの種も先パクったしさ、革のドレスもパクったしさ、パクリ放題だったからな。まあそりゃおとなしくついていくしかないよね。で牢屋に入れられるっちゃ入れられるんだけど、さすがに女性をここに入れておくわけにはいかないんで、看護犬は入れられるのかな。入れられないよね普通に考えて。ちょ、これどうすんだ。そのままこうやってればいいのかな。おい、あ、来た来た来た、出なさい、女王様がお呼びです。私はこの国の女王、罪を犯した者を裁かなくてはなりません。申し立てによれば、そなたたちがシスターのブロンズの十字架を盗み出したそうですね。この申し立てに間違いはありませんか？間違いはあるけど、どうする？家にしとこうか。じゃあしかしシスターはそなたたちが盗んでいるとこを見たと言っている。それでも違うと言い張るんですか？違う。だとするとブロンズの十字架を盗み出したのは誰なんでしょうか？っていうかさ、そもそもじゃあブロンズの十字架どこにあるんだっていう問題になるよね。だって俺たち持ってないんだから。もし濡れ衣であるならば、そなたたちに本当の犯人を見つける機会を与えましょう。ただしそれまで仲間の一人を預からせてもらいます。兵士、この者たちの仲間の一人を牢へ閉じ込めるように。さあ行きなさい。で結局誰？トルネコを人質として預からせてもらいました。かわいそう。棺桶だ。棺桶がある。そうか、棺桶か。もういいよ、これずっとここに置いとくよ。トルネコてん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 。え、話せるの？トルネコ、もう誰でもいいよ。別にトルネコだろうがクリフトだろうがブライだろうがライアンだろうが、棺桶は棺桶だからね。まあそういうわけで、じゃあ棺桶が閉じ込められてしまいましたけど、実質害は全くない、何の害もないんですけれども、まあ真犯人を探すのは次回やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。